はい、スピリット申しまーす。キャもバルヘイムやっていきます。えっとですね、沼攻略をもう一度ちゃんとやっていこうかなと思っています。ソロでね、沼攻略やってて、まあ、心が折れちゃう方が結構多いっていうことをお聞きしまして、まあ、こうすれば割とまだ簡単にいけるかなどうかなっていう感じの動画にしたいかと思います。持ってるものはこんな感じ。まあ、大事なのはこの鹿の、えー、四角抱き。これでね、結構、 えー、敵さんを倒していくイメージです、すであと、聖堂のバックラー、聖堂の、えー、メイス、この2つも、えー、一応レベル3まで上げています。あとは、そうだね、あー、ちょっと狩人の弓とか、ちょっと鉄製品入ってるけど、この辺はちょっともう勘弁してください。で、装備もね、トロル装備に戻しました。これで今回行ってみたいと思います。沼探索、ちょっと行ってみましょう。沼で、 まず死因の原因の一つは毒ですね。なので、毒耐性のポーションを持っています。あ、ご飯も食べよう。毒耐性のポーションを持っていて、私はね、もう大量に作って、もう事前に飲んじゃうような感じでやっています。もう一つの死因として、嫌ですね。弓矢。弓矢でフラッと当たって死んでしまうっていうことがね、多々あります。結構 結構そっちの方が多いのかもしれないですけどね。矢はね、できるだけ注意するぐらいしかないです。なんだったら、あの、縦装備持っといて、矢飛んできたら、とっさにガードとかでも。ただね、結構スライム、フラフラやってくるので、いますよね、確かに、ここにね。スライム近くに見つけたら、もうちょっとね、おびき寄せてきたときに、ズドンと。 で、自分はもう、毒耐勢持ってるんで、多少食らっても OK にしちゃう。こんな感じ。多少ね、ダメージ食らうけど、毒耐勢持ってるんで、まあいいでしょうという感じですね。で、一応ね、四角だきレベル3です。レベル3で2回ぐらいで、敵さん倒せるかなと。よいしょ。で、聖堂のメイスもね、今みたいに、レベル3まで上げていくと、骨一発で倒せるので、 割と落ち着いて探索できるんじゃないでしょうか。おう、落ち着きだったね。オッケーオッケー。こんな感じで、えー、四角滝もね、メイスも、レベル3まで上げていくと、まあ割といけるかなっていう感じです。落ち着いていればまあ問題ないでしょうと。ありました、スルトリングありますね。あそこ。 燃えてるのわかるでしょうかはい。あれがね、スルトリングって呼ばれるものです。あそこにね、湧くスルトリングっていう敵さんがいるんですね。なんかスルトリングって聞いたことあると思うんですけど、スルトリングの角を落としてくれる。痛い,いよいしょーはい、よいしょー !2 回ですね、やっぱり。後ろで、おお、まだいたー 急いでドン失敗したーまあ、スタミナまだあるから大丈夫はい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 どんどん来るねよいしょーうわミスったー <laughs> まあトロル装備でこんなぐらいのダメージですまあそこまで心配するようなダメージではないかなっていう、まあ、気をつけなきゃいけないのはね星付き で、スルトリングどんな感じって言ったら、スルトリング正直弱いです。ただね、あの、攻撃が派手なんでびっくりするぐらい。で、よいしょ。なんかごめんなさい。戦闘しながら喋ってるから何喋ってるか分かんないかもしんないけど。墨が落ちてるね。えー、もう拾えないので、骨とかいらないから墨持って帰ろうかな。で、このスルトリング、ほっとけばどんどん湧きます。墨もどんどん手に入ります。ということでね。まあ、 今回は、スルトリング手に入ってないけど、あ、向こうにもあるわ。すごいね。あ、で、霊秒まである。霊秒の鍵持ってくの忘れてるわ。もうこれやっちまったな。またこれ戻んなきゃ。はい、というわけで、まあこんな感じでね、沼探索は、ここまでレベル上げてしまうと、まあ割と、落ち着いていけますよ、という感じです。 アザミも取りたいけど今はね、スルトリングこっちが欲しい。あ、スルトリングの角落としましたね。結構めんどくさいのはね、ただただ逃げ惑うんでめんどくさいっていうぐらいです。で、これ、これね、燃えてるとこ見つけたらこのスルトリングっていう敵さんが湧いて、スルトリングの角が手に入りますよということで。で、またしばらくしたらね、またポーと湧いてくるので、本当に厄介なのはスライムですね。 スライムとユミさんの敵か。が結構厄介なので、それだけ気をつけて、行く感じかな。ヒルがね、近づいてきたら、まあ、こいつでドーンと遠くから、ダメージ与えれるので、よいしょ、ね。ダメージ食らうと逃げちゃうからね。なんで上がったりくんに。 よいしょ。これは欲しいので、えー、っと、これいらないね。まあ、こんな感じで、やっていきまーす。ただ、今日は、どちらかというと、大骨まで行きたいので、あー、ここね。こういうとこあったら気をつけてください。これ、スポーンポイントです。あの、敵さんどんどん湧いてきますので、ここを壊すか逃げるかしてください。ここは私は逃げまーす。 で、えー、っとね、近くで戦闘してたらどんどん湧くので、もう逃げちゃう、逃げちゃう。必要な素材がね、ある場合は戦いますけど、えー、そうでもない場合は、もうとっとと逃げちゃいます。わこのあの赤いスライム、あれね、たまにね、鉄くず落とすんですけど、私はもう近寄らないです。できたら戦いたくない。確実にダメージを、毒も食らう。あんまり、 触りたくないいので飛ばしちゃいまーすなんかいろいろあんな沼攻略するときにねもうソーセージはねちょっとずつ作りましょうちょっとドラウグルタウンして内臓手に入ったらもう戻ってソーセージ作ってっていうじゃないとねスタミナしんどいスタミナというか HP も痛い痛い <laughs> そうやっばっ これはやばいちょっとにいけまーすこれは無理ーちょっとスタミナ回復してよしょちょっとにいけまーすこれは無理でーすよいしょ ちょっとこの辺でスタミナ回復して他に敵さんいないこと確認したら、やろう。これは無理だ、無理だ。よいしょ。さあ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、痛いああ。オッケー。まあ、こうやってね、引くことも大切だと。 さあ、夜になってしまいました。基本的にはね、ここの時点で帰った方がいいと思います。もう、そんな夜無理しない。ね。ちょっと夜になってしまったんで、一回帰ります。ちょっと夜は無理しない。本当はもっと早くね、帰らなきゃいけなかった。ごめんなさい。夜になってしまってから帰るのは、あんまりよろしくない。けども、木の上でね、過ごすとかもありだと思うんですけど、 ちょっと今回は帰りたいと思います。ちょっとね、素材についてのお話も合わせてしときたいかと思います。えー、沼にね、このリーチっていう敵とドラウグラ、ドラウグルかなドラウグル。で、あとね、古代樹の木とか、あ、古代の木かなとかね、新しい敵さんも新しい素材がいろいろあるのでね、ちょっと回収してみましょうか。ドラウグルから出てくるのが、 この内臓ですね。これでソーセージの元になります。結構使うので、いろいろ集めた方がいいです。で、リーチに関しては、ちょっとね、取れるかな。逃げちゃうんだよね、すぐね。結構めんどくさい。あ、で、えっ、ー、と、弓ね、古い弓見つけたので、古い弓使いたいと思います。よいしょ。OK。 ちょっとじゃあ素材取りに行きましょう。はい。血袋っていうのが取れますと。で、この血袋何って言ったらね、えー、凍結のポーションだとか、私が今この持ってる回復剤。回復のポーションとかのね、素材になったりします。結構使うので、まあ、もしね、沼寄ったら、余裕があれば取ってた方がいいかなっていうものですね。ただね、 もうちょっと装備揃ってから後で集めに来るとかでもいいと思います。今慌てて取る必要は、まあないかなーっていう。沼攻略し始めにね、取る必要はないかなーと思います。で、おルーンがありますね。一体、んこの沼地にね、霊廟っていうダンジョンあるんですけども、ダンジョン以外にも、 ああ、スポーンポイントになってるね。えっ、ー、と、スポーンポイントの横にね、次のボスが表示される石板みたいなものがあるんですが、まあ、それについては、ダンジョン内入ってからでいっかな。まずは0秒ちょっと行ってみましょう。ごめん、素材の話の途中だったね。赤いやつ来たよ。ちょっと倒すか、一応。 エネミーボブル、ブルブルライトさんです。これね、買った上にね、倒したらね、2体に分かれるんですよ。なので、やたらめんどくさい。正直なとこ、私はあったら即逃げです。はい、分かれます、2体に。っていう感じにね、2体に分かれると、めちゃくちゃめんどくさい。 拾えるのがドロドロだけだったね。やんばい、毒食らっちゃった。いやいや、大丈夫だ。っていうか、飯食ってね。あー、飯食い忘れてるわ。危ない、危ない。あった、あった。あの、奥に光ってる緑のやつですね。あれね、弓を作ったり、毒屋を作ったり、なり、えっ、ー、と、必要になってきます。なので、これを、 回収して帰りましょう。おでいの袋。OK。で、今ね、取れたのが1個。上に行けば行くほどね、結構数が増えるイメージです。これ本当に増えてんのか、私がそう感じてるだけなのか、ちょっとわかんないけど。まあ、最初のうちはね、何を取るか決めて、 え、順番に取りに来た方がいいかと思います。まずはね、ドラグル倒して、えー、っとー、内臓、まあ、ソーセージの材料を作って取りに来るっていう順番にした方がいいと思います。まあ、本当に沼の入り口だけで、敵さん倒してすぐ帰るみたいなね。そんなんでいいと思います。じゃないと、なかなかね、死ぬ。簡単に死ぬ。 まあ、一んにいろんな素材を持って帰ろうとせずに、ゆっくりゆっくりと素材集めをしていった方がいいかと思います。はい。下の方で1個だったのがね、上だとたくさん取れるようになりましたと。合計で、落ちてないね。1つの木から11個の、この、ぬるぬる取れました。気持ち悪いね。で、もう一つ大事なのが、古代の樹皮か。っていうのがね、古代の木倒したら古代の樹皮というのが手に入ります。これがね、 船を作るのに必要だったりと、結構いろんなことに使えますので、ぜひ取って帰ってください。というぐらいかな、素材で欲しいものって言えば。あとは霊廟の中にね、大事なものがたくさんあるので、ちょっと霊廟行ってみましょう。はい、では霊廟行ってみたいと思います。えー、必要なのがね、このね、霊廟の鍵。長老倒したら手に入るやつですね。これは必ず持ってこないと入れません。じゃあ毒のポーション飲んで行きましょう。 はい、こんな感じです。ここね、すごい暗いんで、まあ、もしね、ここまでに、持ってる人は、この頭のライト、使いましょうと。痛い,っいびっくりしたで、えー、ここまで下がってしまうと、外出ちゃいます。これ、利用してね、中がやばいなと思ったら、もう外に出ちゃった方が、 結構楽です。私はやってます。スライムいたので、もう四角だきで遠くから潰しちゃいましょう。中入った瞬間に、さっきみたいにね、スライムがいて攻撃されるとか普通にあります。の場合、こうやって、一回下がって、よいしょっと。オッ OK かなーオッ OK だね。 ちょっと周りに敵さんいないかどうかだけ確認して。いないこと確認できたら、よいしょ、戻りましょう。えー、この霊廟の中、こういう風にね、ダンジョンになってます。えー、ここで終わりなのっていうわけではなくて、このね、泥まみれのゴミの山。これを崩していくことで、あるアイテムが手に入るんですね。よいしょっと。ちょっと手に入るまで掘ってみましょう。あ、もう手に入ったわ。はい。 くず鉄。ブルボケた錆びついているが溶かして、再びで使うことができるよと。まあ、くず鉄。鉄ですね。鉄装備がこれで作れたりとか、鉄のピッケル。まあ、私今も使っちゃってるんだけど、鉄のピッケル、鉄のツルハシ。こういうものがね、使えるようになります。銅とか鈴とね、同じように溶かして、えー、使えるようになりますね。というわけで、まあ、これがね、霊廟です。も言ったらこれが全てです。ただね、この霊廟の中に、 先ほど見たような、えー、次のね、ボスへの案内版がありますので、それをね、読んで、次のボスの場所を確認して、次のボスに挑むということになります。さっきあったけど、この古くなった骨、これもね、回収しましょう。えー、っとね、一応ね、うーん、ちょっと、ネタバレになっちゃうけども、いいか、ネタバレになっちゃうから言わない。うん。次の動画でね、この、えー、古い骨の使い方説明します。 だいぶネタバレ言っちゃってるようなもんだけど、まぁ、あ、ちょっとそういう感じで使いますので、ぜひね、持って帰ってください。えーとですね、こういうね、泥まみれのゴミの山の向こう側に部屋がある場合、向こうから弓を撃たれたりとか、あ、ちょっと開いた瞬間にスライムに毒を食らわせられるとか、いうことがあるんですね。その時のために、ちょっと上が開いて、向こうの様子見れるようになったりとか、 えらいここ深いな。こうやってね、ちょっと隙間見えたらちょっと覗いてみて、でやってたら毒喰らいます。そんな怖いことせずに、四角だけでこっち側からズドーンとやっちゃうとダメージ結構入ったのわかりますこれね、向こうにスライムいますね、多分。31、右側ですね。なんかスライムかなんかいますね。 今の2発で死んだかなですね。オッケーオッケー。これで、えー、っとね。多分スライムは死んでくれたで。あとね、今さらっと見えたけど、スポーンポイントがあるかもしんないね。ちょっと先潰そうか。 ということで、スポーンポイントがある場合もちょっとね、上だけ削って敵さんがこっち来れない状態にしといて、弓矢を使って、スポーンポイント壊しちゃいます。あれスポーンポイント壊れたあ、ごめん、スポーンポイントも壊れてるわ、もう。四角だけで一緒に壊れてる。で、えー、っと、そう、ドロドロあるから、ここにスライムがいたんですね。ここにスライムいたのがね、四角だけで一緒に、あの、倒せちゃってると。いうことで、今みたいに、 無理にこう開けて中突っ込むとか、ちょっと開けて弓打つよりも、四角だけでも外側からドーンとやってあげると、いろんなものが倒せますので、こっちをおすすめします。ごめんなさい、一個素材言うの忘れてた。この鎖、ちょうど出てきてくれてよかった。沼地の夜にレイスっていう敵が出てくるんですけども、それ倒したら手に入るアイテムですね。それ以外にもこうやって、霊廟の中に、宝箱に入ってるアイテムです。これ何に使うのって言ったら結構いろいろ使うんですけど、 例えばね、こういう不意語。えー、これね、この火事場のレベルアップに使います。絶対必要なものなので、もう必ず傘集めましょう。で、霊病、絶対ね、このインベントリいっぱいになります。ものすごいたくさんのアイテムがあるので。なので、まあ、ちょっとね、何持って帰るっていうか、持って帰らないもの決めちゃって、それはもう入り口近くのチェストにどんどん入れちゃいましょう。 で外にね、チェストを置いてると結構壊されます。で、壊されてワークベンチがない場合だと3日ぐらいでアイテム消えてしまうんで、ちょっと大変です。なので、私は霊廟の中の、えー、宝箱を見つけて、その中にアイテムパパパパンって入れて、それを持って帰るようにしています。まあ、そんな感じでね、ぜひ霊廟探索楽しんでみてください。本当にあの、ここでね、心折れる人結構多いらしいんですけど、何気にもったいないです。この先も全然面白いものたくさん続きます。 特にね、どん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 コンテンツが難しくなるにつれて自分が強くなるっていう一つ一つの実感がどん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 出てきますので、それでも、それがね、やっぱ面白かったりとか、この後、石材、あの、石でお家建てれるようになったりとかしますので、作業の幅が一気に広がるんですね。食事事情もだいぶ改善します。ここから食事どん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 良くなりますので、ぜひね、 この先も楽しんでいただけるように、こういう動画にしてみました。まあ、なんだったらもう、この四角咲がすごいよっていうお話です。これをね、ぜひ使って、沼地、デイビオ探索、やってみてください。これを使うだけでもね、だいぶ変わってきます。なんだったら先に、このライトとか、えー、メギンギョルズ、これが商人を見つけたら手に入る、商人を探すね、旅に出るっていうのも楽しいかもしれません。というわけで、今日はこの辺でスピルでした。 ぜひね、参考になったとかまた、じゃあちょっと頑張ってみるかって思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。スピルでした。またね。